いやあ、刹那圭介だよ。久しぶりにマインクラフト実況やっていきたいと思います。すいませんね、ちょっと期間が空いてしまって。この間に俺はちょっとリアルの方で試験があったり、勉強やったりと、忙しかったんでこんな感じで。いや、ほとんどところはね、ネタがなかったりしてね、ちょっとまあ、行き詰まっとったってもあるんですけどね。はい、とりあえずまあ、今回からようやくマインクラフト復帰ってことで、今日やっていくことはですね、まあ、ちょっとおいおい説明していくんですけど、お？家の前にめっちゃ枯れ木植えとる、植えとるやん。手入れ不足。うわ、またこの夢か。俺の声聞こえてんの？もちろんぜ。独り言のつもりだったのか？話できるなら話できるって言ってくれよ。お前には聞きたいことがたくさんあるんじゃ。質問は受けてきてる。なんで？わしは今元気に困っとるけど。関係ないやろ。薬飲んどけ薬。どうしてもこれなら、次の世界に行って、生きて帰ってこれたなら考えてやろう。そのことを忘れんなよ。今から行ってきて、ちゃんと帰ってきてやるけんな。ふん、せっかくじゃのう。まあ、せいぜい頑張るんじゃな。よし、もう早速行ってるわ、さ。何あれ？何あれ？これ。何これ？なんなんこれ。勝手になんか作られとんやけど、なんか勝手に作られとんやけども、何この羊毛、色の違う羊毛、センスなしにただ積み上げてましたみたいなやつ。でもね、なんなんこのはしご、登れるんかいな。登りだって何もしょうがないけどねこれ。なんか中に入れるようになっとって、なんか馬のやつが買い取って、なんなんこれ。意味わからん、全然意味わからんよ、なんこれ。入ってみるか。あ、え、なにこれ。え、これがあいつの言った次の世界とかいうやつ。え、なにこれ。え、土管に入らんでも転移できるようになってしまったんだよが。もうあの土管いらんようになってしまったんじゃないか。家の中あるし近いけんさ、こっち入っていけばもういけるやん。あの土管いらんようになってしまったよ。なんなん、転移装置も日々進化しようんか。なんかもう、なんか技術的なもんを感じるね。はい。ゲームスタート、押してみよう。え、やあ、ここは君の見ている夢の中だ。ここで少しこのアドベンチャーマップの説明をしておきたい。まずそこのドア全部読ませて、全部読ませて。え、なんなん、さっき夢から覚めてここに来たばっかなのにまた夢見てんの？あ、ピースフル。あ、よくわからんけど。やな。これか。言葉を聞き逃したら T キーを押して履歴を見てくれ。あ、それ今やいよところです。うん。とりあえずチェストの中。ドアをくぐってチェストの中の本か。オッケー。やな。これか。このボタン何？ん？何これ？え？ちょっと待って、ちょっと待て、お前。ちょっと待て。俺まだ本読んでない。チェストの中の本まだ読んでない。先にチェストの中見るべきだった。ちょっと待って。ちょっと待てよ、お前。
ボタンあるけ気になるやろ。いや、ボタン押したら何かなって気になって先押してしまったんだ。さっき読んでおくべきだった。ほん、何書いとったんだ。ちょっと。おいだ。なあなあなあ。蝶にお前、さっきの本のとこも戻してくれへん。なあ。お前らくっついてないでな。お前らそういう力ないん。嘘やろ。嘘やろ、もう。なあ。コンテストの中には本とかないよな。ないよな。これはないよな。テストとかないよな。お前ら何しょんだな。何もお前らそんな足場の悪いとこおるんだな。なんか体育館で、ね、球技大会見よる観客みたいになったんじゃないかな。そんなとこおらんでもいいやろ。おいどけお前ら。おいどけお前ら。おいろ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 お前。あ、なんか地面に足ついて痛い痛いなってる。ごめんな。一車両50万ぐらい払っただけんな。今度来た時にな。何ここ何が、お前何ホテルマン。あ、ホテルだったのここ。ホテルで寝とったんや、俺。てか、ホテルに来たんだよ、俺。ああ。え？あ、この世界の村か。何かあるんかな。